皆さんこんにちは、今回 GP8 の監督を務めさせていただきます小見野正彦です。オープニングの曲をですね、吉田兄弟さんと杉蔵さんのオープニング曲を聴かせていただいたんですが、非常に疾走感のある曲で非常にかっこいいなと思って聴いております。ただそのあまりのかっこよさにですね、いずれこれにオープニングの映像をつけなきゃいけないんだなというところで、まあその映像が音楽に負けてはいけないというところでちょっと気を引き締めて、まあ、今非常にこう四苦八苦しているところでございます。今回僕がやらせていただいている GB8 というのはですね、海外の展開というのを前提に置いてコンセプトで最初から作られているタイトルでして、世界の皆様にたくさん見ていただきたいというのが思いとしてあります。当然日本の皆さんに見ていただきたいんですけれども、僕自身がやっぱりその10代の頃に、ヨーロッパとアメリカで、過ごさせていただいたので、第二の故郷としての、思いもありまして、またその第二の故郷の人たちにですね、こうやって作った映像が届けば、非常にこう、嬉しいなという個人的な思いもあります。よろしくお願いいたします。初監督というところでの僕の、今チャレンジさせてもらってるんですけれども、やはりいろいろ足りないところを痛感している毎日でございます。イメージなど、いろいろこう、自分でこう先んじてですね、決定していろいろ周りの人にこう伝えていかなければいけない、ポジションなんですけれども、そこに対して日々苦しみながら、ひねり出しているところでございます。なかなかスマートにはいかないんですけれども、ただ僕がですね、好きな映像もそしてまた自分の、持ち味だなと多少認識させてもらっているところも、そのドラマの中のキャラクターの、生き生きとした芝居とか、その存在感とか、そうですね、そういう生命力みたいなところですかね、いうところを、また映像で出していきたいなとすごく思っていますので、こうやって資格しているところもですね、きっと何かフィルムに残るんじゃないかなと期待しながら、毎日やっております。僕も最近聞いたのですが、オールスターのですね、このオールスターの最後の一人が、あの大物ボーカリスト、ということで決まったと、聞いております。僕と同じ世代の方でしたらば、おそらくですね、青春の頃にですね、たくさんお世話になった人ではないかなと思っております。お楽しみに。来週の動画コメントは、ヒロイン、キャスリン役を務める藤井幸夫さんです。皆様お楽しみに。